フェデリコことフェデリコビコビジェガスは、スペインコルドバ出身のサッカー選手。セグンダ・ディビジオン・ CD ・レガネス所属。ポジションはミッドフィールダー、またはフォワード。コルドバ CF の下部組織出身。2011年1月23日、ジローナ FC との試合で、トップチームデビューを果たす。その後も、レギュラーとまではいかないものの、ある程度の出場機会は得ていた。 2013年6月13日、ベルギーの名門クラブである RSC アンデルレヒトへ5年契約で移籍した。しかし、ほとんどアンデルレヒトのリザーブチームでプレーしたため、このクラブでは公式戦に1試合も出場できなかった。2014年1月31日、キロボルトオーステンデー、レンタル移籍。2014年9月1日、コルドバにレンタルで復帰した。 2016年2月1日、アルバセテ・バロンピエに、レンタル移籍した。2016年12月8日、CD、ルーゴへ移籍。2018年7月5日、CD、レガネスへ2年契約で完全移籍した。4日後、当時セグンダ・ディビシオンに所属していた、グラナダ CF へ、レンタル移籍した。グラナダではシーズンを通して、主力として活躍し、 チームのプリメイラディビシオン昇格に貢献した。2019年7月11日、グラナダに完全一席。2021年8月15日、フルス CD、レガネスに復帰し、1年の延長オプション付きの2年契約を結んだ。ありがとうございます。